平野紫耀から中川大志へ CM 会のジャニーズキリは続くのか不買運動も勃発。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズ事務所創業者ジャニー北川氏2019年失去の性加害問題。 テレビ東京の石川一郎社長が5月25日、ジャニーズタレント出演番組に対する姿勢を示し、ネット上で賛否が飛び交っている。ジャニーズ事務所の藤島樹林恵子社長は14日、謝罪動画と Q&A 形式の文書を公開。文書では、同問題について知らなかった、などと主張している。 この動きを受け、多くのジャニーズタレントを番組起用しているテレ東の石川社長は、一般論として性加害は許されない。その考え方はいささかの変更もない、としながらも、タレントに罪とか問題があるわけではない。彼らは被害者かもしれないわけでして、制約を加えるのはいかがなものかと、と関係継続を明言。 さらに番組のスポンサー企業からの反応について提供をやめるというスポンサーさんはありませんと断言した。ネット上ではその言葉だけで全ジャニオタが救われる。ありがとうございます。タレントに罪はないってはっきり言ってくれたテレ東の社長さん、かっこいい。と好意的な声が続出。一方でジャニーズと縁を切ると恩恵が受けられなくなるからですよね。 タレントに罪はないよ。大義名分にしないでください。タレントに罪がないのは当たり前。テレビ局がお金を払ってる相手は、タレント個人ではなく事務所よね。と異論も見られる。さらに、26日付のニュースサイト、東スポウェブは、今回の石川社長の発言と絡め、ジュリー氏が代表取締役を務める、株式会社時代の時代国分大地が、 テレ東の番組審議会に委員として参加している点に注目。そんなタレントが公正公平に番組を審議できるのかと疑問を呈している。今回、ジャニー氏の性加害問題は、タレント起用に影響がないこと、スポンサー離れも起きていないことを明かした石川社長。しかし、25日発売の、週刊文春文芸春秋は、 ジャニーズを起用中のスポンサー110社に対して、ジュリー氏の対応に関する質問を投げ、各社の見解を紹介。それによると、無回答や一般論で濁す企業が多い中、一部で、ジャニーズ事務所の対応は、社会的に見て不足している、と断じる企業もあったようだ。また、現在 SNS 上では、 ジャニーズタレントを起用している企業一覧が画像として拡散されており、不買を呼びかけるユーザーと、購買を呼びかけるファンが対立状態にある。具体的には、平成ジャンプ山田涼介を起用する31アイスクリームの不買運動が一部で起こった際には、31の不買運動、絶対に許さない。山田くんは悪くないんだから、みんなでアイスを食べましょう。 と反論するファンが続出していた。そんな中、いち早くジャニーズキリに踏み切った企業が話題に、これまで約13年にわたってジャニーズタレントを起用してきた池田も反動のかゆみ虫刺され薬、ムヒシリンズが、スターダストプロモーションの俳優中川大志を新 CM キャラクターに起用したのだ。 なお、同社は、これまで、同商品の CM にやらし合えばまさき、10年から21年、ともとキング・アンド・クス・ヒラの仕様、21年から23年、起用。昨年11月、平野が今月22日をもって、ジャニーズ事務所を退場することを発表してからは、公認のジャニーズタレントは誰だろうと予想するネットユーザーも見られた。 今回、池田も反動が CM キャラクターをヒジャニーズに切り替えた理由は不明だが、ネット上では A 弾と支持する声もあり、今後他のスポンサー企業がこれに続く可能性もありそうだ。果たして、ジュリー氏はこうした状況の対応策を考えているのだろうか。対